はい、こちらですね、ハルトインターナショナルビジネススクールの、ロンドンキャンパスに来ています。こちらのロンドンキャンパスはですね、本当にあの市街、中心地にありまして、車とか人の行き来が非常に激しいところですね。私の今後ろにある建物が、ハルトンロンドンキャンパスになります。こんな感じでですね、一番上がカフェテリアになっていて、2階3階がですね、クラスルームで、1階がレセプションというような形ですね。まあ、ここでハルトの、ビジネススクールで、バチュラー、マスター、そして MBA の学生がですね、学んでいるというところになります。ハルトの MBA の、話をしますとですね、12ヶ月の、コースということで、世界で6つ、キャンパスが、あります。こちら、ロンドンキャンパス、そして、アメリカのサンフランシスコ、ボストン、そしてニューヨーク、そしてあの上海と、ドバイという形ですね。あとこのロンドン郊外のアシュレッジビジネススクールとも、まあ、エデュケーションセンターとして、まあ、提携しているという形になります。まあ、本当にあの世界で一番インターナショナルな、スクールだと思います。まあ、それぐらいですね、本当に学生も120カ国のところから来ていて、まあ、グループワークとか、ディスカッションとか MBA ではいっぱいありますけれども、まあ、ほぼ同じ国籍の人がこうグループになることはないというような形になりますね。まあ、本当にですね、あのこれからの、まあ、こうビジネス、まあ、グローバル当たり前という中で、グローバルな、知識、それから、まあ、そういった経験を積むことができるのがこのハルトビジネススクール、ハルトインターナショナルビジネススクールだと思います。あとはですね、あのキャリアチェンジということにおいても非常にあの定評がありますね。やはり皆さんいろんな国から来てますので、それこそあの MBA 取った後ですね、ロケーションを変えたり、インダストリーを変えたり、あとはファンクションを変えたりということで、MBA の前と後と、まあ、全然違 う, こうキャリアを経験している、学卒業生も多いんですね。まあ、ですので、まあ、これからこう MBA をきっかけに何かしらこう自分のを変えたいという方、そしてグローバルな視点で、ビジネススキルを身につけたいという方は、まあ、本当にこのハルトビジネススクール、おすすめのスクールですね。